Kita ini hanya
だって毎年ほぼ毎年やらせていただいてるんですけど、今回ツアーファイナルで初だよって方いますか？はい、そうそうそう、そんなことある？ね、このギャグ初めては嘘だよね。嘘ばっかり。絶対嘘だよ。みんな手あげたがりだから。え、じゃあ今回東名阪ツアー参加するの初めての人？今日ね、なんか締めて何？なんかね、後ろがね、うん、手前だって。ちょっとみんな下がりすぎてるらしい。ちょっと詰めてあげてってことだよね。後ろの人だって白目向いちゃうってこと？一歩ずつ、ね、いい感じに人を潰さないように、一歩ずつ前だって、ね、いい感じの感覚ね、保ってみんな楽しんでください。うんうん、それで？あ、でもしょうもない話なのよ。楽屋の話しようと思っただけなのよ。え、したい。なんだっけ？何？何の話？え、なんか人生何周目みたいな話。あ、してたよ。そうしてた。なんか、あんちゃが一周目なんだって。なんかそう、TikTok で出てきたやつあったら、一周目だった。すごいよね。一周目もすごい人生だ。でもあーちゃんもさ、あっちあきのことも一周目っぽいって。え、そっちあき一周目だと思ったらみんなが二周目って言うんだよ。なんだろうね。で、ゆりなはなんかデジャブ。そう、みんなデジャブがめっちゃ多くて、多分人生15周目ぐらい。え、やばすぎる。やばすぎる。だからあれだね、あーちゃんは今いる人とは本当に初めましてってことだね。うん。思い出作ろうね。何の話？楽屋の話でした。楽屋の話？なんだっけ。なんか東名阪ツアー回ってきたんですけどね、うん、なんかなんだこれ、感謝を伝えるツアーということで回ってきたんですけど、なんかこれから来年もね、なんかみんなに辛いこととかがあったときに、みんなの背中を押せるようなグループでいたいなって思います。全身全霊。
届けたくて回ってきた透明ハンツアーなんですけど、皆さん感謝伝わってますか？ありがとう。じゃあ本当にこの曲で最後なんですけど、最後最後だよ。最後この歌でみんなに感謝を届けたいと思います。
ちょっと抑えようかなとか思ってたんですけど、楽しすぎて全力で全部出しちゃいました。ありがとう。はい、ここで真っ白なキャンバスから告知をさせてください。真っ白なキャンバスは2月の28日に CD をリリースさせていただきます。ありがとうリリースイベントの予定がもう公式でね出てて、1月の最初は1月の8日にららぽーと豊洲さんでやらせていただくので、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして真っ白なキャンバス3月から全国ツアーを開催します。私たちも2年ぶりの全国ツアーでとても楽しみにしているので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこの後ね、カウントダウン来る人も終わりの人もありがとうございました。きっと白キャンが最後かな、今年かな。白キャンが最後だよね。白キャン遊び、あれね、白ペン納めすると来年幸せになるから、そうです、みんな幸せでーす。じゃあね、みんな2023年もよろしくね。よろしくお願いします。はい、終わります。それでは以上、私たち真っ白なキャンバスでした。ありがとう。